ペンシルベニアは、アメリカ海軍のオハイオ級原子力潜水艦の10番艦。艦名は、ペンシルベニア州にちなんで命名された。その名を持つ艦としては、ペンシルベニア級戦艦1番艦以来4隻目。ペンシルベニアの建造は1982年11月29日に、コネチカット州クロトンの、ジェネラルダイナミックス、エレクトリックボート社に発注され、 1984年1月10日に寄港した。1988年4月23日にマリリン・ギャレット夫人によって命名浸水し、1989年9月9日にブルーハンのリチャード・ M ・キャンプ艦長及びゴールドハンのエイリー・エドワーズ艦長の指揮下収益した。1989年9月29日にペンシルベニアは、 フロリダ州のポートカナベラルを初めて訪問したが、水路で座礁した。タグボートによる栄光作業によりペンシルベニアは2時間後に回復した。海軍の調査によれば、ペンシルベニアは水路で適切な位置にいたと断定された。しかし、水路はハリケーン遺防のために沈泥で塞がれていた状態であった。2001年にペンシルベニアは大西洋艦隊で、 マージョリー・ステレット戦艦基金賞を受賞した。ありがとうございます。